申し込む。篠原信一が巨大化、エコ家具の地取りに錯覚しそう。オリンピック柔道銀メダリストの篠原信一とサッカー元日本代表の前園正孝によるアスリートコンビが2月3日福岡エリアのノープラン日帰り旅番組ちょっと福岡を行ってきました。 TV9 九州放送に出演した。くじを引いて出た市町村にタクシーで向かい、アポなしでミッションをクリアする企画で、二人が最初に訪れたのは大川市だった。大川市といえば作曲家の古賀政男氏をはじめその弟子で演歌歌手大川栄作や元ロッカーズで俳優の陣内孝則など多くの著名人を輩出している。大川栄作が昔歌番組で特技として大きなダンスを磨いたように、大川市は大川家具の産地として有名だ。大川市役所で家具の観光スポットを聞いた二人は、猫家具は見ておいた方が良いと紹介された。大川家具の職人が技術とセンスを証明しようと作ったのが猫家具である。猫のサイズに合わせたものを作るのは至難の業で、その仕上がりには海外からも注目されている。篠原信一と前園正孝は、はじめに人間サイズの一般的な大川家具を見せてもらい、うわこれいいな、波ダッシュ、座りやすいと感触を楽しんでいた。やがてディスプレイされていた猫家具が運ばれると、その精巧さに驚く。本物の猫がその家具でくつろぐ動画をネットで公開したところ、フランスや台湾など世界中から問い合わせがあるそうだ。価格を聞かねば気が済まない篠原が確かめると、猫家具のソファが11万円という。11万と素直に反応する篠原。人間サイズのソファと比べて、だったらこっちの18万のお買うわとぶっち明けた。篠原信一、篠原0123、ツイッターでは1月15日にロケを終えて、大川の猫家具に行ってきましたとじとりショットを公開しているが、一見すると彼の顔とベッドが同じ大きさなので、進撃の巨人かと錯覚してしまう。猫家具を制作した広松木工の HP では、話を持ちかけられた時にもともと子供用の家具も作っていましたし、猫用というのも面白いと思いました。以前ペットシッターさんと一緒に行ったワークショップで猫の食事用テーブルを作ったことがあるのですが、猫好きのお客様に大好評だったので、猫家具も人気が出るのではと思いました。とあり、猫好きを中心にさらに注目されそうである。画像は篠原信一2018年1月15日付 Twitter、 大川の猫家具に行ってきましたのスクリーンショット。